はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。今回この動画は、まあ、電車の動画ではないんですけど、乗車券関係の動画ということでね、やっていきたいと思います。今回は、乗車券分割サイトの紹介ということでやっていきたいと思います。乗車券っていうのはね、あれ一括で区間買うよりも分割して買った方が安くなる場合が多いっていうことを大隅君知ってた？あ、それは知ってるよ。そう、例えば どこだろうな、新宿から相模湖とか、そう、新宿から相模湖って、相模湖って駅が高尾の1個次の駅なんですけど、新宿から相模湖ってね、あれ確か920円なんだよね。で、相模湖の1個手前の新宿から高尾までの乗車券を買うと、あれ確か550円だった気がするんで、そう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 、新宿から高尾が550円 で新宿から相模湖は920円だったかな、400円ぐらいね。そうそう、400円ぐらい変わるんだよね。そう、高尾から相模湖って確かにあの距離感、駅間が長いんだけど、初乗りで400円かかることってまずないじゃん。まずない。そう、だからあの相模湖まで行く場合っていうのは、新宿から高尾で乗車券を1回区切って、で高尾から相模湖で乗車券を別に2枚買った方が安くなるっていうことなんだよね。だから相模湖の例に限らず、日本全国ね、運賃の特例を、採用してる区間っていうのが結構あるから、今回はね、じゃあその、乗車券をどこで分割したらいいのかっていうのを一発で分かる、サイトっていうのをね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、今から検索していきたいと思います。乗車券分割っていうアプリじゃないサイトなんですね。だから Google で乗車券分割っていうことで一括で乗車券分割って調べると、一番上に出てくるやつですね。乗車券分割プログラムの実行っていうこのサイトなんですよね。じゃあこれを検索すると、まあ、こんな感じでね、乗車券分割プログラムの実行っていうことで経路選択とかっていう風に出てくるわけなんですね。じゃあ今回は、田町から長野までの乗車券を分割して買っていきたいと思います。じゃあ、これね、田町から長野に設定するわけなんですけど、まずね、一番上の経路選択のところを田町から長野に設定していきたいと思います。でこれね、いつも不思議に思うんだけど、これね、あのデフォルトの駅が東京じゃなくてなぜか名古屋になってるんだよね。なんでだろうなって、これいつも会社を作った人、まあ多分そうだろうね、これを作った人が多分名古屋の人だったんだろうね。まあいいや、それはまあデフォルトが名古屋になってるんですけど、これを、今回は田町に設定していきたいと思います。でまずはね、これ路線を選択するんだけど、じゃあ JR 東海道本線の田町、あ、そういうことなんだよ。そうこのね、サイトの難しいところが全部正式名称、そう、正式名称になってるから、あの山手線もあれ一周っていう扱いじゃなくて、田端から東側の線が山手線で、東じゃ西、左側か、新宿側、そう、新宿側が山手線で、右側の方はこれね、東北線と東海道線っていう風になってるんだよね。そうだからこの辺がちょっとね、電車に詳しくないと、分かりにくいかもしれないので、ましてや京浜東北線なんて正式名称としてすらそうないから、そうそう、上の東京ラインとかもないから、その辺がちょっと難しいんだけど、そう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 、そうだね。じゃあ今回田町は東海道線だから、この中から路線のリストの中から東海道線を探したいと思います。東海道線どこにあるんだろうね。東海道線ねえなっていうことで、ずっとこの路線のリストから探してたんですけど、あのこれデフォルトがそもそも東海道線だったんだよね。そうだから東海道線の場合はここからもう田町を直で選んで大丈夫っていうことですね。で田町はここにあるね。田町からどういう経路にするか、まあ、じゃあ分かりやすい、今回はじゃあ試しに、東京から中央線に乗り換えるっていうルートにするか。あれ厳密に言うと、代々木から新宿の間山手線を通る、そう、面倒くさいね、しなきゃいけないやつ。田町から東京にして、でこれね、1個の線があの入力終わったら1回ずつ送信をしなきゃいけないんだよね。そうじゃあ例えば今回で言えば、田町東海道線東京で送信して、東北本線神田送信して、中央本線代々木送信して、山手線新宿送信して、中央線っていう風にしなきゃいけない。だから神田で送信で、であとはじゃあそうなんだ、神田からの代々木までの中央線を送信で、
であとは、山手線の弥生木から新宿ってあれ一応山手線なんだよね、本当は中央快速線なんだよ。でそこから中央線を、塩尻まで乗って塩尻から、篠ノ井線かな、そう塩尻から篠ノ井線で篠ノ井だよ、で篠ノ井から信越本線で長野、そうだね、それが難しいんだよね、塩尻から篠ノ井にして、でそこから篠ノ井から長野で今回出てくるって感じなんですね。じゃあこれで検索、最終的に検索をかけるとこういう結果になりました。まずね、分割前の運賃が東京都内から長野までっていう乗車券になって運賃が5080円なんだよね、そう、それに対して分割後の運賃と差額っていうことで今回ね、何回分割してるんだ、全部で乗車券が8枚になるんだって8枚、そう、8枚、8枚で買いましょう、そう、8枚に乗車券を分けることによって5080円だったのが4780円になるんだよね、ということは300円安くなる、安くなる、そう、だから乗車券を1枚から8枚に分けて買うと、田町から長野の場合は300円お得になるっていうことなんですよね。でちなみにね、これもうちょっとオプションを紹介すると今回8枚に分割っていう風になったんだけど、これ分割の上限の枚数も自分で選べるんだよね、そう、今最大分割数が無限になってるけど8枚も発見するのが億劫だっていう人は例えば2枚で分割とか3枚で分割とかそういうのが選べるから、まあその辺は自分の何発見する時間と相談して決めてくださいっていうことなんですね。であと今回ね、普通に片道の乗車券っていう風にやったんですけど、もちろん学割の乗車券とかあとは子どもの乗車券とかあとは往復の乗車券とかその辺も全て選べるので定期とかも選べるということなので、まあだから全ての乗車券はこの何分割プログラムに入れればもう基本的にどの、 あの分割が一番安いかっていうのが出てくるわけなんだよね。そうだから乗車券を買うときって注意した方がいいのが、今回のこの分割の分割のアプリで、あとは、フリー切符とかがあったらそっちの方が安くなる場合があるので、その2つを意識したら結構安く移動できる可能性があるということを、覚えておくとお得に移動できます。じゃあ今回は、じゃあ田町から長野までの乗車券をじゃあ実際に8枚分割で、券売機に買いに行きたいと思います。じゃあ券売機に移動しましょう。券売機が今すべて開いてて、まあ、並んでる人も全くいないので、じゃあ時間がかかる操作ですが、8枚に分けて長野までの乗車券買っていきたいと思います。まずは新宿までだね。ひたすらこれをあと7回繰り返す。これが1枚目の乗車券ですね。そうだね、領収書ボタンを押して切符をお受け取り、これが1枚ですね。そうだね。じゃあ次、新宿から高尾だね。ああ間違えた、違ったね、新宿だね。新宿の次、高尾だね。高尾左だね。釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押すと効果を。なんかゲーセンのメダル置き場みたいになってるね。で今度笹子から。笹子から東山梨だね。笹子東山梨。でこれが東山梨から竜王だよね。で最後竜王から長野だね。これは高いだろうな、結構。あ、これは高い、150何キロだから。じゃあ最後に竜王から長野。そう、竜王から長野、竜王から長野、竜王から長野。領収書をご希望。よし、じゃあこれで8分割最後の乗車券ということですね。すごい、めちゃくちゃもうタワーだね、本当にこれはすごいな。全ての乗車券が発券しました。でこれやばいの、本当に
見事に8分割ってことなんですね。田町、新宿、うん、新宿高尾、うん、高尾富士の、うん、富士の鳥沢、うん、鳥沢笹子、笹子東山梨、東山梨から竜王で、竜王から長野、そうだね。であとそれの対応する領収書が8枚、領収書が1、2、3、4、5、6、7、8枚だね。トータル16枚で長野まで行くって感じですね。ということなんですね。あ、すごいね。これで本当乗車券1枚分なんだけど、1枚分だね。そう、でもこうやって分割した方が300円安くなるんだよ、ね、なんか不思議な話だよね。だってこれ、ね、だって乗車券発券するのにもさ、この紙のさ、ね、この紙の値段もかかるのにさ、分割した8枚かける16枚の方が安いっていう、ね、よくわかんない現象が起きるっていうのが今回の乗車券分割でしたっていうことでね、まあお時間のある方と、あとは券売機に並んでいない場合はね、ぜひやってみてはいかがでしょうかっていうことで、この動画は終わりにしたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。